関西鉄道35-7850型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、関西鉄道が、亀山、鴨間の鈴鹿山脈区越えの勾配区間で使用するため、1898年に、 イギリスのダブス社で重量を製造した、車軸配置2から6から0型で2気筒端式の、飽和式転打機関車である。1908年には、ダブス社の後ろ身である、ノースブリティッシュロコモティブで2両が、追加製造された。関西鉄道では30系、電光と称し、1898年製の重量は、30から39。 1908年製の2両は122,123と付番された。形態的には、勾配区間での動輪の粘着重量を稼ぐため、転田機関車でありながら、機関車本体に、側水槽を設けていることが特徴で、関節鉄道の AG 型や AK 型とは、同クラスの機関車である。また、運転室は、機関車本体のほか淡水車にも、屋根と、 側板が設けられており、側面から見ると、門構えのような形態で、日本の蒸気機関車では、唯一のものである。国有化後の1909年に制定された、鉄道員の車両形式称号規定では、30から39は7850型に、改められたが、同型のはずの122、123は、どういうわけか旧北海道鉄道。 C2 型と同じ7800型に固定された。この誤りは1913年8月に訂正され、この2両は本形式の7860、7861に改められた。国有化後も引き続き、関西本線の亀山、鴨茂館で使用されたが、大正中期には、新型機に追われて、山陰本線の豊岡や鳥取に配属されていた。 大正末期には、半数が、関西本線の王子に戻り、山陰線のものも山口線に移っていた。やがて、関西本線のものは、京都の梅工事や神戸港に移り、小運転や、入れ替え用となった。これらは入れ替えに適するよう、シリンダ系を縮小し、使用上気圧を上げて、動力逆転機を装備し、歩みた状にあった砂箱は、ボイラー状に移設され、 特徴的なトロピカルタイプの運転室も通常型に改装されて原型を大きく損なっていた。廃車は文字鉄道管理局に配属されていた7856から7861は1931年4月、大阪鉄道管理局の7850の7855は1933年11月で民間へ払い下げられたり、 保存されたものはなかった。形式図1924年版形式図集の数値を記す。ありがとうございます。